勝手に田垣公、こたびは結城秀康とその槍について語ろう。秀康は天正2年、わしとおまんの間に生まれた。我が次男坊で幼名はおぎまる。そんな秀康はさまざまな戦で活躍したが、いくつか持っておる武器の中でもひときわ有名なのが天下三名僧が所持お手ぎねであろう。お手ぎねは刃の長さだけで406寸、絵まで含めると約 3.8m とバカでかい。重さも 22.5kg ある。そんな長くて重いお手ぎねだが、刺すことに特化しておるがゆえに手ぎねのような鞘を使っておった。そこからそんな名前がついたそうじゃ。その独特な見た目から江戸時代には西の日本語、東のお手ぎねと天下二僧と呼ばれることになる。そこにいつしか本多忠勝のトンボ切りが加わり、明治頃には天下三名僧というふうに呼ばれることになったんじゃ。こたびはこれまで。徳川家康さらばじゃ。